凛々しい表情で入場するのは、新潟市立新通小学校の卒業生89人です。今日門出の日を迎え、一人一人が卒業証書を受け取りました。学校がある新潟市西区は、元日の地震で液状化が発生し、校舎の一部も被害を受けました。ただ休校などはなく、児童たちは最後まで思い出の詰まった校舎に通うことができました。できなかったけど、友達と関わってたくさん遊べたので良かったです。タイムカプセル埋めてるんで会えます。どんな姿でまた会いたい？可愛くなりたい。やっぱり立派になったなと思って感動しました。やっぱ自分が好きなことをたくさんやって伸び伸びと成長していってほしいと思います。多くの卒業生は境間中学校に進学しますが、地震で被災して校舎が使えないため、4月からも新通小学校の教室を使って授業を受けるということです。